再度出発します。狭いね。松の木が顔面を、すごい松の覆われたところに入ってきました。喋ってるんでシールドしてないんで目に松が刺さってますので、ここが言ってた分かれ道、ここを右行ってすぐに右に行きます。もう調子乗ってこうやって飛ばすと多分焦げたりするんで、ね、気をつけた方がいいですけど、この辺は結構攻めれますね。でこれ前でも詰めすぎると石とかが飛んでくるんで、自分これシールドしてないんで危ないですね。お、なんか出ましたね。ここ木材が並んでるとこを右に行きます。広くなりました。だいぶモトクロスっぽくて好きですね。やっぱ林道とモトクロスはやってみて分かりましたけど全然違いますね。モトクロスは土ですけどやっぱりでかい石とかないんで思い切って飛ばしたりできますけど、やっぱこういう林道はふとしたところに予期せぬものがいっぱいあるんで、ぶたらやたら飛ばすと絶対転倒します。いやーいいねー、こういうの。ちょっと砂ぼこりがひどいんでシールドします。大丈夫？滑ったな。そりゃ痛いで、あれは。カオル折れた。ここ前？前。足？あー痛かった。エンジン切った？エンジン切った。うん。ちょっとしばらく乗るわ。はい。破れ、これ破れと思うな。あー痛かった。びっくりした。調子乗った。なあ。俺喋りながら。モトクロスみたいで楽しいって言っとったらいきなり骨折系ではない？あ、全然大丈夫。あ、打撲系？うん。挟んでもない？挟んでもない。あ、内身だけやろ。じゃあ大丈夫やんな。ちょっと痛いだけ。はい、しばし休憩で、これどうする？撮ったろか写真撮るわ。前輪が持ってかれたな多分なあ。よいしょ、力入らん、力入らん頼むわ。 OK。 おいしょ。オッケー。で、優勝や。ああ、よかった。よかった。あと心ぐらいか。
なあ、服高そう。破れたもんね。だけど、しとってよかった、プロテクター。ああ。じゃあ、気をつけていきましょう。もうすぐ、ゴールみたいなんで。養老さん、到着まであと少しです。振りみたいになりましたけど、自分の話が。決して、打ち合わせは何にもしてないので。で、結構なスピードでこけましたけど、やっぱちゃんとプロテクターしてるんで、骨折なく、打撲で終わりましたね。めっちゃ運転慎重になってる。さっきまでの勢いはもうゼロやね。いかにこうやって舗装されてるところが走りやすいかっていうのが分かりますね。だいぶ景色が開けてきてるんで、間もなく到着かと思われます。あ、到着？ここ？ああ、なんもないな。ここを登ると、養老さんの一応山頂しないか。ああ、そうなの。足首も痛くなってきた。そこの、ここですね。看板があるんで、わかりやすいですね。足首やろ。足首。ブーツ履いてなかったら絶対持ってかれとるよ。ああ、そうやな。足、ビッコヒーと思うね。マジで。はい、ここの看板のとこから看板通りに10分ぐらいって書いてありますね。こっから歩いていきます。若干もう背中が丸まってるやん。右左の足首と、うん、右の太ももと、うん、左肩が痛い。右の手のここは痛い。バランスを入ってます。やっぱプロテクターのとこは大丈夫やね。プロテクター取ってもらえばよかった足も。ああ。めっちゃびっこ引いてる。これだ、これだね。肩上げる。やったー。 842m やわ。低いね。低山。低山やね。手の250。これは何？ジータ。ジータ。ジータの？なんてやつ？サイド？これはもう、あれやね。ハンドルを安定さすの。うん。ハンドル。ああ、はいはい。色がかっこいいな、これ。どうやろう？ね？ただを？いっぱいもサイレンサー持ったな。ただを。はい。ステップは、これね、うん、ジェベルの純正ステップを。ジェベルつけれる。これ、うん。これポイントね、これ。元ガレージ伊藤さん。いつもお世話になってるバイク屋さん。
皆さんもぜひ。あとはアルミのタイヤ。うん。で、タンクバウ。これ前ハードっちゃった。ハードですけど、山用。山用にソフトに。ソフトに。はい。これシートは純正？シートは純正。こんなステッチも作ったね。ラインみたいな感じ。今日はキャンパー。はいはい。あってて。これ衝撃を吸収するダンパーは車体のひねりをなくするかな。そうはひねられたもんだいぶ。一番の客観ポイントとしてはヘッドライトのスラック塗装をしてます。そういうことね。このやっぱちょっと傷つけた感じも、そうそう、山仕様やね、はい、ブラック塗装。この辺もちょっとそうそうそう、ええ感じやもんね。この辺もこうカタカバで、ね、いい感じにね。でもこれも、これも、これもね。これも。ちょっとわざと傷つけて、こう、邪魔感を出しちょっと男らしさを出しとるので、ね。わざとね。はい、うん。ありがとうございます。養老山ツーリング、現在時間より引き上げます。帰りの道は、普通に帰ろうとしましたが、ちょっと右に入った道も降りれるってことだったんで、そっちから帰ってます。ちなみに最初慎重だったんですけど、だいぶ調子取り戻してきたのか、スピード上げてってますね。まだこけないことを祈ってませんが、祈ってます。結構細いだ、こっちは。ないな、これこれやよね。先ほど道中でジムニーがいましたんで、でもジムニー絶対これ入ってこれないですよね。俺もちょっと見せればもう左に追っていくんで、ちょっと危険ですね、こういうのはね。行き止まりだったんで引き返します。左から来てそのまま左に行けば正解です。右に行くとさっきの道に行くんで、行きと違って下りはスピードが出やすいんで、ちょっと油断すると突っ込んでしまいそうな感じします。で、慌ててフロントブレーキでブレーキしちゃうと滑ってこけちゃうので、リアブレーキを使ってスピードが出ない程度にコントロールして帰っていくと、下りはまだ降りやすいと思います。自分も初心者なんで、ついついフロントブレーキの癖がついてるんで、フロントでかけちゃいますけど、オフロードバイクは基本的にリアブレーキ使ってブレーキを使った方がいいということなんで、そういう癖をつけるようにしてます。こういうとこでも慣れてないと結構ギュンって行っちゃうんで怖いですよね。はい、無事舗装路出てきましたんで、これから帰宅します。
うわー